こんにちは。今日は格闘家あるある、試合前になると腰痛になってしまうなんていうファイター結構多いんじゃないのかなと思うんですけど、カメラマンの長谷川君はいかがですか？あんまそういう経験ない？そうですね、でも疲れは出てきて、腰が痛いとかない？痛い、腰が痛いのも多少あります。多少ある、はい、はい、というわけで、その原因についてね、まず最初に皆さんに説明していこうと思うんですけど、やっぱキックボクシングって競技上足を使うので、まあよくね、このハムストリングスっていうお尻の筋肉が、結構使われるんですね。そこがやっぱ使いすぎて、オーバーユース、使いすぎですね、使いすぎによって筋肉が疲れて、収縮してしまう。そうするとですね、体が骨盤後傾って骨盤が下にグッと下がってきちゃうんですよね。このハムストリングスに引っ張られて骨盤がちょっと、基本的な健康的な姿勢っていうのはちょっと前傾です。ちょっと前傾してるのが一番いいのに、ここからこっちのもも裏の筋肉が疲れすぎて引っ張られてこうなっちゃうんですよ。そうすると猫背気味になって腰の筋肉にずっと負担がかかってしまうよっていう状態が起きてしまいます。それですね、逆に、まあ、なかなかいないかな、ファイターってする人、キックボクサーは少ないかもしれないですけど、足を持ち上げすぎてこの腰のこの腸腰筋、この筋肉が、効いてしまって、腰じゃない、ごめんなさい、骨盤の腸腰筋ですね、ここが詰まりすぎて骨盤が前傾してしまう。ここからこうなってしまうって感じですね。まあちょっと前傾の方が基本的な、体の姿勢としてはいいんですけど、過剰に 前傾すぎるとこの、骨周りがね、骨と骨がぶつかってしまって、痛みが伴うということが多いと思うんですけど、今日はですね、やっぱり一番多いこのもも裏ですね、もも裏、お尻が詰まって骨盤が後傾をしてしまって腰痛になってしまった人の、対処法を説明していこうと思います。はい、それでは、骨盤が、どうしても後傾してしまう人のストレッチやっていきます。今日使うのはこのドクターエアーさんのこの動くローラーです。特に別に何か案件もらってるわけじゃないんですけど、すごくこれ便利です。2万円しないでね、買えるんですけども、こんな感じでまずはお尻周りの上、お尻乗っけてあげて、お尻緩めてあげます。それでここからもも裏ですね。どうしても通常の筋膜リリースローラー、フォームローラーってやつですと、こうやって動かして、緩めていくんですけど、これの場合は勝手に動いてくれるので乗っけとくだけである程度緩んできます。こんな感じでいろんなところに乗っけて緩めます。結構、ふくらはぎもキックボクサーは詰まってると思うので、疲れてると思うので、しっかりとふくらはぎも転がして緩めてあげます。で、ここで一回緩めてからですね、緩めてから肩スーツ、しっかりとストレッチをしていくのがいいと思います。この時ストレッチするとき、もも裏を伸ばしたいときは大腿四頭筋、前側の筋肉をグッと絞ってやってあげると、よりハムストリングスが緩みます。もも裏ですね。という感じで、ここ緩めてあげると結構ね、キックボクサーの腰痛治ることが多いです。あとはもうお尻ですね、お尻をしっかりと緩めてあげると、すごく腰痛から解放されることが多いです。はい、このね、腰痛に関しては、運転とかもそうですね、車乗る時の姿勢がこういう姿勢じゃなくて、こういうヤンキーみたいな乗り方をしてる人っていうのは、どうしても骨盤が後傾するように座ってしまってるので、しっかり骨盤の上に背骨を乗せる座り方で乗ってあげた方が圧倒的に腰痛にならなくて済みます。はい、車の、ね、シートに例えますと、正しい姿勢がこういう姿勢になります。ヤンキー座り、ヤンキーでこうやってる人はこういう姿勢なんですよね。そうすると骨盤が下に流れてしまうので、結果として絶対に腰痛になりますし、骨盤後傾になってしまいます。どうしてもね、キックボクシングの競技場、ちょっとね、昔やんちゃんしてたっていう人が格闘技やってる人も多いんですけども、ヤンキー座りやめましょう。骨盤後傾してパフォーマンスが上がることは絶対にないので、うちの選手でもいるんですよね。なんか
ガニ股で歩いてるチンピラみたいな歩き方してる選手いるんですけど、そいつには正しい姿勢で歩かないと、強くならないよと、最近は指導をしています。パフォーマンス絶対上がらないんで、はい。というわけで、今回はキックボクサーに、よくある腰痛の改善方法でした。はい、以上です。